キングプリンス解散後も、永瀬廉と平野翔の友情は永遠に。ファンが熱狂する、少年の絆。キンプリー、永瀬廉セがインスタグラムでナンバーアンダーライン愛、平野翔とコラボ、少年してる。アイドルグループ、キングプリンスは、その華やかな活動の中で多くのファンを魅了してきましたが、特に注目されたのが永瀬廉と平野翔の間に気づかれた友情です。二人は、 キンプリとしての活動を通して共に成長し、支え合い、その絆はファンにとっても特別なものとして認識されていました。しかし、グループの解散や、それぞれが異なる道を進むことになった今も、その友情の強さは変わらず、むしろ新しい形でファンの心を揺さぶっています。キングプリンスのデビュー当初から、長瀬と平野は共に数々の困難や挑戦を乗り越えてきました。デビュー前の厳しいトレーニング、 個々のキャリアの模索、そしてグループとしての成功。それらの経験は、彼らの友情をさらに深める要素となりました。グループ活動を続ける中で、お互いにとって欠かせない存在であり、時には無言の理解が成立するほどの強い絆を育んできたのです。その一方で、永瀬廉と平野翔は、個性やキャリアへのアプローチに違いがありました。それは、単なるライバル関係ではなく、 お互いいを高めめ合うたたの刺激としししてて機能していま長瀬は、その冷静さと落ち着いた態度でファンに信頼を与え、平野はその明るさと情熱的なパフォーマンスで常に観客を引きつける存在でした。2人の性格やスタイルの違いは、彼らが一緒にいるときに見せるバランスの良さとして、多くの人々に好感を抱かせました。ファンにとって、長瀬廉と平野翔の関係は、ただの仲間以上のものでした。 彼らがグループ内での友情を超えて、互いを家族のように感じているという信頼感は、特に彼らが一緒にいるときに感じ取れるものでした。ファンはしばしば、少年として二人を呼び、その親密さを感じることができました。二人が一緒に出演したバラエティ番組やライブパフォーマンスでは、時折見せる無邪気なやりとりや、冗談を言い合う姿は、ファンにとって心温まる瞬間でした。それは、 単なるアイドル同士のビジネス関係ではなく、もっと深い絆で結ばれていることを示すものでした。しかし、2023年、キンプリは突然の解散を発表し、ファンに大きな衝撃を与えました。長瀬と平野を含むメンバーそれぞれが別々の道を歩むことになり、彼らの友情がどうなるのか、多くの人々が不安と興味を抱きました。平野は、現在、 ナンバーアンダーライン愛として新たな活動を開始し、永瀬はソロとしての活動を続けています。それぞれが異なる環境で活躍している中で、果たして2人の関係はどうなったのかという疑問が、ファンの間でささやかれ始めました。その中で、永瀬が自身のインスタグラムに投稿した1枚の写真が大きな話題を呼びました。永瀬が身につけていたバッグは、 かつて平野が香港でのファッションショーに参加した際に着用していたものと同じブランドのものだったのです。SNS 上では、「少恋してる!」とファンが喜びの声を上げ、二人が今も心のどこかでつながっていることを感じさせる瞬間でした。このような小さなサインが、ファンにとっては大きな意味を持つのです。たとえ直接的な交流がなくても、二人の間には今も変わらぬ友情が存在していると信じられているのです。実際 彼らが異なる道を歩むようになった今でも、お互いを尊重し、陰ながら支え合っているという証拠は少なくありません。ファッションの選択や、それぞれのインタビューで語られるさりげない言葉には、お互いへの感謝や敬意が込められているように感じます。特に、日本のエンターテインメント業界は競争が激しく、個々のキャリアを築く中で他者との比較や対立が生まれがちです。しかし、 永瀬と平野はそのような風潮に左右されず、自分たちの信念に基づいて歩み続けているのです。彼らの友情は、ただの一時的な感情ではなく、長い時間をかけて築かれた信頼の上に成り立っているものです。グループが解散した後でも、その絆が揺るがないという事実は、彼らの間にある深い理解と絆を物語っています。ファンにとって、永瀬蓮と平野翔の友情は、 一種のの希望の象徴となっています人々が変わることなく、時間や距離を超えて支え合うことができるというメッセージは、多くのファンに勇気と感動を与え続けているのです。このような彼らの物語は、現代社会における友情の意味を考えさせられる一つの例とも言えるでしょう。私たちは日常の中で、しばしば友情や人間関係に対する疑問や不安を抱えます。特に、 仕事や生活の環境が変わる中で、過去の関係がどのように続いていくのか、不確かさを感じることがあります。しかし、長瀬連と平野紫のように、たとえ別々の道を進んだとしても、心のどこかでお互いを思い続け、支え合うことができるのです。これは、現代の私たちにとっても重要な教訓です。今後、彼らがどのような形で再び交わるのかは分かりませんが、 ファンたちは引き続き彼らの成長と友情を見守り続けるでしょう。長瀬恋と平野翔、二人が歩む未来は、それぞれが輝くステージであることは間違いありませんが、その中でいつかまた、少年として再び並び立つ日が来ることを、誰もが期待してやまないのです。その日が来るまで、彼らの友情の物語は続き、そしてファンの心の中に深く刻まれ続けるでしょう。二人の友情の物語が続く中で、 ファンは彼らの成長と絆を特別な感情で見守っています。現在は異なる場所で活動している長瀬蓮と平野翔ですが、その存在感は互いにとって今でも大きなものであり、ファンにとってもかけがえのないものです。彼らがそれぞれの道を進む中で、二人が再び交わる瞬間が来ることを心待ちにしているファンが多いのも事実です。長瀬と平野の友情は、ただのアイドル同士の関係を超えて、 もっと深い人間関係を示しているように感じます。特に、平野がナンバーアンダーライン愛として新たなチャレンジを始めた今、彼の活動は以前とは異なる一面を見せています。一方、永瀬はソロとして俳優業やモデル活動に力を入れ、確実に自分のキャリアを確立しつつあります。それぞれが異なるフィールドで活躍している中でも、2人がつながっていることを示す小さなシグナルは、 ファンにとって特別な意味を持ちます例えば、SNS でのさりげないやりとりや、同じブランドのアイテムを選ぶ偶然など、そういった細かな瞬間が彼らの友情の存在を感じさせるのです。ファンにとって、2人の友情はただのアイドルとしての魅力を超えて、人間同士の絆の美しさを象徴しています。特に、エンターテインメント業界の中での友情は、表面的なものとして捉えられることが多いですが、 長瀬と平野の関係はそれとは異なり、真摯な信頼と理解に基づいていることがわかります。彼らが表舞台で活躍し続ける中でも、その裏側にはお互いを支える強い絆が存在しているのです。もちろん、ファンにとっては、グループ解散後の不安や悲しみも少かなからずありました。永瀬廉と平野翔が別々の道を選んだとき、多くのファンはその決断に驚き、彼らの今後を心配しました。 しかし、その後も2人の間に残る友情をかいま見ることができる場面が多く、ファンは次第にその不安を和らげられたようです。2人が直接的に会うことが少なくなったとしても、彼らの絆が失われたわけではないという確信をファンは持ち続けています。現在の日本のアイドル業界やエンターテインメント業界は、急激な変化の中にあります。グループの解散や再編成。 メンバーの個別活動が当たり前になってきている中で、ファンは一つのグループに固執することなく、個々のアイドルの成長を楽しむ傾向にあります。しかし、その中でも、長瀬恋と平野翔のような深い友情を持つアイドル同士の関係は特別です。それは、彼らがどれだけの時間を共に過ごし、どれだけの試練を乗り越えてきたかを知っているからこそ、ファンにとって感動的であり、希望の象徴となるのです。 永瀬と平野がそれぞれのキャリアで成功を収め続ける中で彼らが再び交わる瞬間は確かにやってくるでしょう。それがテレビでの共演であれ音楽のコラボレーションであれまたは偶然の再会であれ二人の友情はその瞬間に再び輝きを放つに違いありません。そしてその瞬間が訪れた時ファンは歓喜し二人が歩んできたそれぞれの道を祝福することでしょう。 彼らが一緒に築いた思い出や経験は、決して消えることなく、ファンの心の中に生き続けています。この物語は、長瀬連と平野翔の友情を通じて、ファンに対してもまた友情の力を再認識させるものとなっています。どんなに時間が経っても、どんなに遠く離れても、心でつながっている関係は変わらない。そのことを二人は示し続けており、 ファンにとってもそのメッセージは日常生活において勇気や希望を与える存在となっています。彼らの友情が今後どのように進化していくのか、ファンはそれを静かに、そして熱心に見守り続けることでしょう。